生きてる。あー、なんだこれ、セーターかな、編み物だねこれね。なんで、あー、模様、お、あー、はい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 、よく見ると、まあ、よく見たくはないけど、このさ、この辺の柄がさ、この編み目と同じ模様してるよね。で、ところどころ穴開いてるから、そう、埋めてくんじゃないか。だからこれと一つ中央に一個編み目があるから、ここだ。これなんか横一列だね。横一列3、3つ。ここだ。これはここ。これはここ。これかな。で、こう。で、君がこう。なんか他にあるかな。ええー、そんなにパターンあんの。へえ。1234567811234567 5678。あ、なんかこれでも合わせられそうだね。でもそれでも2パターンでしょ。なんかあんだな、わかりにくいパターンが。文房具、何この、こんな三角定規あった？直角のない三角定規なんてあった？なんだこれ、これ直角じゃないよね。120もないよね、ここね。100ぐらい100度ぐらい、直角じゃないよな。見たことないわ。実際あるのかわかんないけど、こういうのだよね、これ。二等辺三角形と、まあ、この2つの定規使ってたよな、その小学生ぐらいの時。うんふん、分度器。この辺の、お前、これこれすごいな。これどうやって削ったんだろう。こうか、はい。え、あ、これここなんだ。これ何、違うかな。ここっぽいね。クリップ。ここ、これか？スッカスカだけどここ。あれ、ここんなスッカスカでいいの？
ここだ。あれ、じゃあこれも？ここに入りそうだよね。あれ、これ入れる場所はない。これは絶対ここだよ。なんだこれ。ここじゃないんだ。そうあたり。あれ？どこもフィットしないぞ。マジか。あれ、これむずい。こう。クリップかな。まあ、こうでしょうと。はい。ここだ。で、こう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 来た。こっちなんだ。もう一個あるよね、絶対ね。ここに、これがはまんなかったのよ。このマーク、いや絶対こうだと思うんだけどな。あ、はまってるじゃんこれ。あ、じゃあこれでいいんだ。なんだ、まあ、せっかくだからやるか。
ちょっと気になっちゃった。よいしょ。おい。あれなんかある、まだ。あ、やっぱこれ違うってこと？あれなんかある、まだ。これハマってる、ハマってる。何がいけないのよ。もう何も置くもんないけど。次行くか。あれあれこう。なんか隠れてない？隠れてないよな。わかりません。まあ、ちょっとここはあれか。いやでもこれ以外ないよな。残念。あれ？来た来た。次。なんじゃこれ。瓶か。なんか垂れてる。瓶の位置を変えることはできない。あ、でも上をか、下を変えると上も回っちゃう。下を回すと上も回っちゃう。つまり？もうこの瓶の柄を合わせるか。合わなくない？これはまあ合ってるか？こっちが合わなくない？あ、移動できます。そうですか。うわー、上下もいけんだ。柄を合わせる。あと蓋もちょっとなんか模様がついてるよね。あとこの垂れてるやつね。垂れてるやつを合わせてみようか。ってなるとこうかな。これで青っぽい。これが一番下。はい、これ一、ん？これが一番上かな？
はい。あ、じゃあ、あとはあれだ。この瓶のラベルの柄だ。柄を合わせるってやつだな。もうワンパターンは。うーわー、これはおそらくこの引き出しに、え引き出し何の仕切りもないな。種類で分ける。5種類あればいい。あ、で引き出しのなんていうのかな、取っ手、取っ手の色が、色というか形、素材が特徴的だね。これとかガラス入れんじゃない。一旦入れよう。その適当に入れていいものなのか、ちゃんとこの中でびっしり埋まるようなパズルをしなきゃいけないのか、その辺は置いといて一旦入れよう。でこれ何、音的に金属っぽいな。なんだか分かんないものがいっぱいあるんだけど、これ何を意味してるんだろう。むず、ここ、貝だこれ。木ね。これか。これ音ガラスっぽいね。木かなこれ。これは？これは木なのか？プラスチックかな、ここ。むずすぎ。謎すぎこれ。プラスチック、これなんだ。あ、これ金属だ。まあ一旦ここプラスチックとして、まあ、ゴムとか入ってるけど、これ木じゃないか。
ってなるとこれも木なんよな。これガラスか。この4つ、この5つ、分からない。まあ、一旦ここ入れてみるか。音的に。クラシックかなぁ。はーい。マジか。いや、ここ合ってると思うんだよな。あれ？なんかボールペン蓋が閉まった。違うか。貝殻少ないよな。この音なんだ。木。これ金属説ある。あ、金属違う。違う。あとこの中でちゃんとパズルするか。これだってボールペンの蓋が閉まったもんな。あ、わかった。これ繋がるんじゃないか。これ繋がんないわ。なんかこれ引っかかりそうじゃない。実はキーホルダーでしたみたいな。違います。ちょっと待って。あれ？あ、来た。吸い込まれた。シュッて。これマジか。ここでパズルしなきゃいけない。ここが正解だ。この場所が正解。マジで言ってる？ほら、ここ吸い込まれた。そこなの？ここじゃない？あれ？こうじゃない？てるわ。え？なんとなく物は合ってるぞ。じゃあこうか。でこうだ。なるほどね。適当に入れてるだけじゃダメだった。つうことはこれもう埋まったよ。じゃああと次瓶いくか。違うんだこれ。
ここなんだ。はいはいはい。はい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 。はい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 。ここになんかあるぞ。これ？嘘これ。ガラス？こういうのからこうでしょ。そこなんだ。これこっちか。これは違うの？葉っぱは良くて枝は違うんだ。こうでしょ？ OK。 よしよしよし。はいはいはい。どうよ。でもこれしかないじゃん。よし、もうあとここやるだけ。こうでしょ？あれ違う？違った。こうか。そこだって。こう。こう。からのこう。そしてこう。んでもってこう。こう？こう。こう？こう。どこ？これ。お？ん？ここか。いや、あ、一パターンしかない。そりゃそうだよな。いい。ああ。ああ。わからん。え？まあ、模様を合わせる。だろうけど。ここは合いそう。ここだけあってどうすんの？全体的に合わなくていいの？なんか他にギミックないか？これで
やばい、全部つながってんの、やばい。これここいい感じ。あれ、なんで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 。クリアしちゃった。さて、猫は今何匹いるでしょうか、何匹いるでしょうか。あれ、あ、な、な、お、な、な、な、何匹いるでしょうか。5 1 2 3。最後これスフィンクスかな、毛のない猫。あ、1パターンなんだ今の。いや、わからんって。1パターンなの。